はい、どうも皆さん、こんにちは、もち TV です。今回はウィニングルームオープニング戦じゃんじゃやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあこちら、まだね、黒角引いてないですし、10連もね、まだそんなにやってないんで、今回の動画でちょっとやっていこうかなと思うんですが、セール分買ってまったな。コインセールの分を、まあこちら課金アカウントなんですけど、全部買って。残りゼロ。この前、470円ぐらい最後残ってたから、まあそれ引いてもらえばね、まあ、今回のコインセール全部買うとこんぐらい。こんな感じになるよね。でも安いよね。いや、安いってだってこれ30円。多分1万と、ちょっとだよ。1万、まあ5000円ぐらいかな。1万5000円いかないぐらいか。やべえよ、これ。もう前置きは、ちょっと長くなりそうなんで。いきます！いきます！まあこれでね、まあ1黒は出るんで、必ず1個。俺は、マジでオリバーカン。つらい。あー、シャンダーあーでもわかんない、ジェラードキーガン。あ、ジェラード。ジェラードはね、ジェラードとキーガン。スコールズもキーガン。キーガンとか。好きです、キーガン。全部黒のやつ。スコールズもある。スコールズか。とスコールズは全然嬉しい。あー、あらば。関係ない。関係ないですね。マルシャル。マルシャル来てるね。いやー、さあ、頑張っていきましょう。さあ、頑張りましょう。ここからです。ちょっとね、お前ら簡単にゲットできると思ってんだろ。いやー、まあどうだ、レジェンド一体来い、誰かしらでマティウスでもいいしさ。一番ね、優先順位はカーンですね。一番が欲しいのはカーンで、まあそれなぜかというと、レジェンド軍団のキーパーがいないんで、キーパーだけカーンが欲しいっていうのと、あと欲しいのはジェラード。まあこれも、持ってない、うん、で結構お金入れたと言ったところも、あ、10連。あと、スコールズ！あいしゃーん！まあ、スコールズとかも、金もよく来る。やべー。あ、孫さん！まずい。孫文民さん！まずい。はい。やばい。はい、ズマ来てますね。やばい感じするわ。まあ結構ボックス内入ってんのも、バイリーと、マルシャル、ね。まあ、マルシャルぐらいがね、結構良さげみたいな感じで。ただね、ちょっとだから、まあ、ライを呼び寄せないと、まあ、でもライを呼び寄せたらロナウドか、カーンの二択なんで。カーンの二択なんで、まあ、どうなの？どっち来る？カーンじゃないの？大体。俺だってさ、結構ロナウド来ないじゃん、そんなに。呼び寄せるあれはないよね。という時に限ってきそうだよ。まあ、だから、普通の黒だったら、ジェラード、スコールズ。いや、これ欲しいんだよ。うん、ここら辺来てほしいよね。マジで欲しい。いや、マジでさ、まずさ、ほんと、あれ、レジェンド来いよ、俺、ベッカムでもいいんだから。ないしょ。マティウスでもいいし。デリア！あーしゃん！まだ、黒！おい！これ、まあ、雷のあれなんじゃない？あれか？あ、コリウス。じゃないコリウスが、リバプールなんで入ってますね。あー、はいはいはい。GK としてのロールがどうなんでしょうね。うん、なんか、この前ね、脳震盪実は起こしてたんじゃないかとか言われてましたけどね。あ、でも2位だから、チャンピオンズリーグも。ジャギルカって勝ち？後半。ジャギルカ。はい。あとはいいかな。はい。8ですね。OKOKOK。まあ一応これも全部。トレーナーです。トレーナーですね。これさ、まとめてやるやつはないのそう、まとめてね、あなんか急にズマに、ズマが言っちゃったの。あ、いいよ、全員トレーナーです。まあ一応レベルをこう、やってるんで。そう。いや、レベル上げするからね、別に全然いいっちゃいいんだけど、うん、ただどうせならレジェンド被ってほしいんだよな。そうだね。マティウスとか、やっぱレジェンド選手って出ないじゃん、全然、うん、だからアラバとか来るよりもやっぱりマティウスとかベッカムとか、やっぱレジェンド選手が出て被ってほしいんだよな。そうだね。渋いなっていうかまさかのアラバだったね、はい、さああと2回いけるからね、うん、まずはあと2回やったらボックスパンパンになるから。あ、パンパン、うん、でも、あ、そうか。トレーナーの方か。あ、はいはい。はい、シャーン。いやー。まあでもこれだから。まあ 0.3 だからね。あ、0.3 とか 3% か。はい、あ、ロビーファーラーよく来る。もう6突してんだよな。若横、ムリエル。あれ、ムリエルもね、ちなみに結構マジ強いよ。なるほど。無課金やかとか絶対入れるね。なるほど。て嬉しい。飛んで喜ぶ。まあ、どうだろうね。3% だからね。いやー。じゃあ、1日限定？そう。めっちゃ絞ってない？絞りすぎ。絞りんちゅしてない？そこで。だからスコールズでもいいんだよな。マジスコールズ、ジェラード、カーン。まあ、カーンが一番なんだけど、
あとはスコールズかジェラード、どっちか。まあ、トルド来るのかな。トルドもボリューム1が気になるんだよね、俺は。ボリューム1で、その、あの、ちゃんと3あたりで南米みたいなやつ来て、あの、トルド入ってんだったら、おい、いいんだけど、おい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 。きつっ。お、結構、バレンシア、ハインリヒ。これ、あれじゃ、ドルトムントのなんかやつでいなかったっけ、なんか。何かで、なんかもう見たよね。下のやつはレンス。レンス。結構良さそうだけど。はい。お、結構いろんな色できる。結構強い。足速いね。ああ、なるほどなるほど。今後ですね。はい。これがです。ああ、くそー。でもここのね、確率の 3.1 とかとね、なんかね、どうあのチケットとかなんか無料でもらえるやつのさ確率ってさ、なんかおかしいよな。なんかこっちの全然来ない感じするよな。なんでだろう。まあでも大体100円すれば1回は来てる感じがするよ、ね。まあそうだね。ここでも、まあ大体そうだよ、ね、50連だから、うん、これで50連だとね、来ない時あるけど、まあケチャドバ理論だね。そう、で100連では後半ね、ケチャップドバドバ、うん、ホンダがね、言ってましたけど、うん、さあ、ちょっと一回、もうこれトレーナー50なんで、あ、もうパンパンですか。はい、ちょっと食わせますね。はい、はい、ということで、今のところ黒は0。黒出すまで行くぞ。よし、黒出すまで行こう。いや、マジで怖い、マジでカーンが俺欲しいんだ。まあ、ここ雷のペーズじゃない。シェーン、あ、あ、あ、これで誰だ。アラバやめてよ、もうやめて、アラバやめて。ジェラードかスコールズ、ジェラードとかポールにして、ジェラード、スコールズ、マッカートリー。あー、ラッシュや、持ってる、ラッシュ持ってる、ラッシュのおやっさん。一番黒の中だとちょっと低いというか、いや、あの確かリバプールのレジェンドの中だとそうだったような気がするね。いや、ラッシュ使わんやろ。ちょっと1万までいくか、じゃあ今回。そうだね、黒出たけど、まあ、今回ちょっと黒が出るまで引こうかなと思ったんですが、一応ね、だから60連目出たんだよね。そうだね、やっぱ大体100連以内には出るんで、だからね、100連して出ないかってことはそんなにないと思う。まあね、うん、まあちょっとね、これでもうあと、あと40連、あと40連はあれだけど、30連ぐらいして30連来るか。いやー、イアンラッシュとかもちょっと見ようか。もしかしたら変わってるかもしれない。いや、何か。俺結構強い、でも。いや、でも、ね。あ、でも89が決定力。でもね。まあね、ちょっとやっぱレジェンドとしては物足りなさがあるっちゃあるんだよね。あ、まあ一応黒が来ましたね。いや、マジか。マジでさ、3人のうち誰か来てくれ。3人のうちね。ライビキ、ライナリ。あ、あ、ゼロ、横横、カモン、カモン、あれ楽しい、もや。バレンシア、バイリー来た、バイリー嬉しい。バカ横、なんでなんでって、そんな、バイリーで結構いろんなガチャ入ってたよね、最後なんか。こうでもなんか、うん、久々だね、この10連でいっぱい回すの。そうだね、まあレジェンドで。そうそうそう、だからさ、スコールズが来る来る言われた間空いてさ。そうだな、だから全然なんかビエラもだ、結局なんかその回すんじゃなくて、なんかね、あの選ぶ、そう、なんか選ぶみたいな感じで来たから、選ぶそう考えると、カフーとかさ、あれだよね、あと誰だっけ、持ってないの、カフー持ってないし、レジェンドとか、まあ、ベベトでもそうだよね、金。ああ、はい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 、ベベトとかも持ってないと。でも意外と持ってない選手はまだまだレジェンドは多いね、うん、意外と全員は持ってないね、普通に。なるほど、あと1回ずつですね。よっしゃ、気合入れろ、気合を入れていけ。さすがに1個やめろや。よっしゃ、ズラタン、マクマナマン、マクマナマン結構育てて6凸だっけ、もう6凸してるもん。マクマナマンだ、そのリバプールの闇リバプールでもうジェラードに10万ぐらいぶち込んで、ジェラード来なかった時のあの副産物としてマクマナマンだったり、あとあいつが出たダルグリッシュとかめっちゃ気負った。結構ダルグリッシュ強いんだけど、やっぱなんであんな重なるのか、3体も4体も。やばかったね、あれやばかったね。マルシャル嬉しいけど、マルシャルはまあ別に全然いいんだけどさ。ヤンラッシュだけ沼ですね。いやーてかさ、別にポール・スコールズとかさ、そういるやん、なんでそのジェラード出さないの。そう、別にね、そんな雷がじゃ来てくれとは言うてませんよ。黒でレジェンドちょっと見してよ、ベッカムとかさベッキャム、ベッキャム、あ、ベッキャム、そうか、ナンバーテンのあれがあるか。ふっ、あ、近くで、あー、終わったー、終わりましたー。ロビー・ファウラー、3体目、なんで
てくんねん。ポスベルも2体来てます。レンス、はい、なんかさ、なんか沼るときマジ沼るよね、これレジェンドのやつって。3ペアぐらいだったの、2ペアだった。あーくそ、厳しいね、やっぱレジェンド厳しいね。思い出してきた、このなんか理不尽さ、この理不尽さ思い出してきたよ。ただなんかこの理不尽さがあったから選手たちが育ってきたのね、トレーナーで結構。いやまあそれはそうなんだよ、うん、だまあ別にいいんだけどさ、いいんだけどさ、まあ来ていいじゃん、まあ、まだわかんないお前1体ぐらい。なんでアラバってさ、でもあの何レベルだっけ、 50?51。 あ、強い、育ててきたもんね。強いよ、50から本当に育てるの難しいからさ、あんまりそんなに50からってがっつりは育てないんだけどさ。ただまあ今までね結構リーグのガチャとか、うん、あとはなんかね、そう1億ダウンロードできてるガチャとかで、まあ、あんまりこうやってがっつり引くっていうのはなかったから。そうだね、なんだかんだなんかまあ大体どのガチャもあの5000入れて、そうそうそう、こう回して、うん、だったからね、なんか結構来てみたいな感じだったから、まあ久しぶりに厳しいガチャ引きましたね。いやマジで来ねえな。まあこういうもんですわ。おい、もう一気にも吹き飛んだよ、すごいね。やっぱ吹き飛んだ、まあ、キーガンとかも持ってるし、あと持ってないんだから、スコールズとジェラードとオリバーカーン。この中で、まあ、カーン、でもトルド来る？いやー、どう？だからね、カーンが、ね、トルドも来るでしょ、絶対。カーンが結構強ない？普通に。いや、強い。カーン強い。できればほんとカーンがいいんだけど、まあ、でもライが鳴るまでちょっとね。そうだね。頑張りたいよな。はい。まあ、ということで、今回何連したんだろう？あと1回で100連か。あ、90？ 合わせて90かな、うん、そう、合わせて90だね、うん、まあでも90連でね、うん、その前、その間の中に普通に確定じゃなくても黒1個来たし、うん、まあそうだね、まあよしとしましょう、はい、はい、まあまたリベンジできたらリベンジ、また1日しかないから。あ、そっか、1日しかないからもう決断を早くしなさいよと。そうよ、はい、見てるよ、このジェラード・マーティウス・コールド、こっち、うん、アラバはもう、アラバはそっぽ当たったけどね。まあちょっとまた考えていきたいと思います、はい、ということで、また次回の視聴者ボー。